岩田駅は、静岡県岩田市中泉にある、東海旅客鉄道、日本貨物鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、CA31。短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持ち、京上駅舎を備える、地上駅。構内は、北側から短式ホーム、島式ホームの順に並んでいる。ただし、 コンコースにも一番線への案内はなく、一番線への通路も通常はシャッターが閉じられている。2014年3月改正ダイヤでは一番線に発着する定期旅客列車の設定はない駅長、駅員配置駅である。管理駅として、三倉駅と豊田町駅を管理している。JR 全線切符売り場がある。駅舎横に、 本駅で1915年から1986年7月まで使用されていた古戦橋の中鉄柱が保存展示されている。明治44年、鉄道院、川崎造船所兵庫分工場鉄道部製造の刻印がある。製造から設置まで間があるが、理由は不明。また、 平成23年度より北口広場の整備事業が始まり、2016年3月12日に完成を記念する式典が行われた。バスタクシー、自家用車のロータリーが整備された。JR 貨物の駅は、現在、臨時車扱い貨物のみを取り扱っており、貨物列車の発着はない。1996年2月まで、駅西側にある。 日本タバコ産業岩田倉庫へ続く専用船が存在した。1995年10月に日本タバコ産業向けの有害者による製品輸送は廃止されたが、最後まで日本アルコール産業岩田工場で生産されたアルコールの輸送が行われていた。また国鉄分割民営化のしばらく後まで駅舎東に 有害者用貨物ホームがあったほか、1980年代まで、駅南側にあった、遠州日赤岩田輸送所や富士製粉岩田工場へ、続く専用線も存在した。静岡県統計年間及び、岩田市統計所によると、近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。停留所名は、南口は、岩田駅南口、岩田線は、岩田駅前。 それ以外はすべて岩田駅である。ホームライナー静岡、ホームライナー浜松の隣の停車駅は東海道線を参照のこと。ありがとうございます。